大食い YouTuber の女の子見てて、うん、その子がフルーツタルトワンホールをもうかじって食べてたんですよ。すごいね。うわやりたいって。セカショさんよく、ね、キルフェボンでしたっけ、美味しいですよね。あの美味しいフルーツタルトをよく買ってきてくれてたから、うんうんうん、それで思い出して食べたい。いやっていう気持ち。キルフェボンのが今のところ一番美味しい。美味しい美味しい美味しい。やりたい私も。かぶりつきたいです、甘いもの。ということで、今回はメール回でーす。口が甘いものになっちゃった今。あ、もうラジオ終わったら食べましょうね。食べよう。はい、では行きますよ。はい。せーの。アゼリーアール。メール紹介していくんですけども、はい、その前に、うん、私6月12日の月曜日のゴーレボに出演させていただくことになりました。はいはいはい、ありがとうございます。すぐ来るね。そうなんですよ。あの7月に私のオケコンがありますので、うん、その宣伝に行かせていただきます。いいじゃない。はい、ね。新しくなったゴーレボ。ね。うん。どんな感じなのか。ね。そう、楽しみですね。楽しみ。あ、ゴー様にも久々、結構久々ですね。そうですね、ゴーレボー以来だ。あ、おー、わー、そっかそっか、楽しみです。宣伝してきて、いっぱい宣伝いっぱいしてきて、うん、ちゃんとあのみんなには来てくださいって言うんだよ、はい、私には来ないでって言うけどちゃんと視聴者の皆様にはそうですね、ちゃんとね来てもらいたいもんね。知人じゃなきゃ私 OK なのでなんでだよ。はい、視聴者の皆様にはぜひ来ていただけるように宣伝してまいります。やってあげて。はい、ということで、メール紹介させていただきます。はい、朝焼けのトワイライトスナイパーさんからいただきました。ありがとう。アジュさん、エリさん、こんちゃーす。こんちゃーす。最近酔っ払うと締めにアイスを食べます。う、特にシャーベット系にすると胃袋がさっぱりして最高です。お二人は酔っ払うと何を最後の締めにしますか？おー、わかるな、シャーベット系いいな。ねえ、ゆず。あ、ゆずも違う、さっぱり。ゆずはもうほんとさっぱりする。大体あるもんね、シャーベット、うん、ありますね。か、杏仁豆腐とか。杏仁豆腐あるね。でも杏仁豆腐は結構さっぱりはしないかもですね。あ、そっか、軽いけど、うん、甘いから、うん。私そのエリさんとご飯行ったりすると、うん、エリさん締めにアイスじゃないですよね。はい、序盤に違うんですよ。これ頼もうとしますよね。そう、ちょっとなんかデザート、みんなにちょっと聞いてほしいんですけど、どうぞどうぞ。やっぱ 甘いしょっぱいで同時に行きたいんですよ。へ、そういう人いると思うんですけど、うんうんうん、なんか私が頼むと、それ締めのやつですよって絶対言われるんですよ。言った言った別にいいじゃないかと。そんな反応するっていうぐらい、なんかみんなすごい集中砲火みたいな、ほっといてくれって感じなんだけど、なんだあの儀式。いや、いいんですよ、全然。もう好きなものを食べてもらいたいですけど、うんうん、でもみんなで最後デザート食べたくない。何その可愛い理由。いや、でみんなでしょっぱ食べて、あ、お腹いっぱい、どうする、デザート食べる、みんな食べるなら食べるっていうのを私はやりたいんですよ。やりたいの。あ、それをやりたいんだ。そう、でみんなで、でみんなで、ね、そう、デザート来て、おいしい、甘いね、幸せだねってなって終わりたいのに、エリさんはもう序盤の方で、うん、じゃあ私これ頼もうかな。もう言って、あのティラミスとピザと、そうそうそう。どっかそのみんなで締めてるよっていうのを味わいたいという。そう、あ、でもしエリさんが序盤にデザートを頼んで、うんうん、最後締めにも頼んでくれるなら全然。そこは足並み揃えなきゃいけないの？そうそう。なんで2段階で出たの行かなきゃいけない。でもなんかみんながそこまで反対してくるから、うんうん、なんか私が気づいてないだけで、はい、店員さんにそれは迷惑だよっていうことなのかなとか思ってた最近。そんなんじゃない。どうなの。店員さんはどうなの。飲食働いてる人がいたらちょっと教えてほしい。いや、全然なんとも思わないし、むしろデザートが窓で減る分には嬉しいです。あ、そうなんだ。うん、へ、やっぱ大変だから、デザート
あ、そうなんだ。私は大変でしたね。先に1個だけ工程増やすのよって思わない、うん、みんなそれを気にしてるのかなって思ったの。なんかファミレスの場合は、うん、多分キッチンの人がご飯作ってデザートはホールの人が作るんですよ。え、そうだ、私そうだったんですよ。へえ。だから食後にデザート5個とかだと、うんうん、1人で5個作んなきゃいけないから、うんうん、え、一気にやれて楽なんじゃないの。1、4とかで分けられるよりは。え、でもやっぱ5個作ると、うん、その最初に作ったアイスが溶け出したりして大変大変ってなるから、なるほど、なら1、4とかに分けてもらえればすごい楽っていうのは。そうなんだ。で、居酒屋さんとかもしかしたらキッチンの人が作ってたりするかもしんないから、あ、なんとも思わないと思うんですけど。へぇ、そっか。全然そう、お店の人に気使ってとかじゃなく、じゃなく私の気持ち的にみんなでデザート食べたいねなんかごめんね、今までなんか遊びの気持ち考えられてなかった。本当ですよごめんごめんね。いや、でも私もすいません、エリさんが甘じょっぱで食べたいっていう気持ちを、うん、なんかもうちょっと言葉にしていけばよかったね。 そうだね、お互いねこうしませんか、うん、こうしましょう、こうしたいんだって、うん、ちゃんと伝えることが大事でしたね。しては良くないよね、うんうん、そうですね。ごめんなさい、ごめんなさい仲直り仲直りということで、私たちは、はい、酔っ払うとデザートを締めにしますはい、そうですはい、ということでメールありがとうございましたありがとうございました。番組ではメールを募集中です、はい、メールアドレスはあずえり @secondshot.jp、 あずえり @secondshot.jp ちゃんと読んでくださいたくさんのメール、どしどし送ってくださいね。よろしくお願いします。切り抜きで何間に挟んでもらえるように。切り抜いてもらえるように。嘘でしょ。そして、はい、今週分のアゼリアルは、水曜日24時から、セカンドショットチャンネルにアーカイブとして1週間は無料公開。さらに有料会員になっていただくと、過去のアーカイブやアゼリアル特別編が聞き放題、見放題です。はい、皆様、会員登録をよろしくお願いします。はい、ではでは今回はここまで。はい、お相手は、脇屋鈴木エリでした。バイバーイ。締め。